地震だよ地震、千葉県地震です。どうやったんだ。あ、コメントも来てますけど、ミイラさんから、ミイラさんかな、はい、千葉に緊急地震速報、こちらですね、はい、コメント来てます。幕張大丈夫かな、うん、東京もちょっと揺れたけどということですね。茨城県の神栖市で震度5弱、そして、銚子と、待ってくださいね、千葉県の銚子、あ、ヨウさんからもよろしくお願いします。どうもです。こちらですね、コメントありがとうございます。あ、ちょっとね光って見えないか、うん。カブ君こんばんは。地震幕張大丈夫でしょうか。私は地理が全く分からず心配です。幕張は東京からそんな離れてないので、まあ、多分銚子が震度5弱、まあ、あの今回の地震の、場所がですね、まあ、千葉県東方沖が震源となっているみたいです。なのでまあ少し離れてはいるかなと思うんですけど、多分。なおなみ様よろしくお願いします。ファンタジーオンアイス公演の観客の皆様やスケーターは大丈夫でしょうか。不安ですね。不安ですね、うん、不安です。不安でございます。マグニチュード出ましたね、 6.2、 マグニチュード 6.2、マグニチュードが 6.2 だったということみたいです。あ、よ、あとめようこさんどうもです。カブ君こんばんは。千葉で地震です。ファンタジーオンアイスは千葉です。うん。スケーターさん見に行った皆様大丈夫でしょうか。心配です。羽生結弦選手大丈夫かな。はい、心配ですよね。幕張の位置と今回のじゃ、の、あ、ノリリンさんから、あ、カブクさんこんばんは。今ファンタジーオンアイス幕張地震のために一時中断してます。うん。コメント入ってます。あ、待って、見えないんだよね。ダメだ、見えないか。うん。今、ファンタジーオンアイス幕張地震のために中断してます。うん。はい。待ってくださいね。地震の気象庁をちょっと調べていきます。幕張の位置がどこですかね。幕張は多分東京から遠くないと思うんですよ。あの幕張の位置はと今回の震源のところをちょっと確認していきたいと思います。多分離、まあ、そんなには近くすぎるわけじゃないと思いますけど、はい、ちょっとお待ちくださいね。遅いな、ちょっと、はい、今地震で、中断をしているみたいです。ファンタジーオンアイス、今回の地震の規模がマグニチュード 6.2、 最大震度5弱の地震があったということみたいですね。幕張はですね、東京湾です。はい、東京湾です。ちょっとあの東京湾ですね。で今回地震があったのはあの東方沖、銚子沖あたりですかね。まあ、なので、まあ、震源地からは離れてはいるんですが、マグニチュードが 6.2 ですので、少し地震の規模が大きいので、揺れが長かったりとかしたんじゃないでしょうかね。はい。幕張で地震で中断になって、ファンタジーオンアイスが中断するっていうことは、震源地の近くはかなり揺れたんじゃないかなと思いますよ。ちょっとお待ちくださいね。気象庁の最新情報を確認していきます。僕もさっきね、速報が出たんですよ。僕のパソコンでも。気象庁地震マグニチュードが 6.2 ですね。 6.2 だと、まあ、結構揺れるかな。震源が近い場合というか、はい、出ましたね。地震発生したのが、地震検知日時がですね、5月26日、12時3分ですね。12時3分、すいません、間違えました。これベルギー時間ですね。今の間違えました。12時3分じゃありません。これベルギー時間になっちゃってますね。間違ってますね。何時かな。まあ、ほんと先ほどですね。はい。19時、3分あたりでしょうか。すいません。時間はちょっとあれなんですが、先ほど、はい、起こったみたいですね。茨城県の神栖市で震度5弱。
はい、それから多くの地域で震度4ですね。そして千葉県の、銚子市と旭市で震度5弱ですね。はい、その他多くの、東側の地域、震度4観測しています。そして、ファンタジーオンアイスが行われている幕張なんですが、幕張は何市でしょうか？幕張市っていうのあるのかな？ちょっとそこら辺は確認できません。一応、木更津市がそんな遠くないのかな？そんなことないか。幕張は何市ですかね？ちょっとわかりませんね。幕張は、幕張はですね、千葉県の、千葉市、千葉県千葉市、千葉市ですね。千葉市です。千葉県千葉市。千葉県千葉市の震度は、さあ、これ日本時間で表示されてくれてもいいのにな、なんでだろう。千葉県の千葉市。さあ、ちょっと地震で、ファンタジーオンアイスが1位中断をしてみるみたいですね。千葉県の千葉市は3かな？ 3 のところが多い感じでしょうか。ちょっと最新情報確認してみてください。はい。マグニチュード6.2の地震が千葉県東方沖で起きたことによって、ファンタジーオンアイスが中断をしてるみたいです。速報が入ってきました。あ、はい。今コメント入りましたね。皆さん、ゆめさん、よろしくお願いします。今、中断をしているようです。2分前ですね。ハビエル・フェルナンデスの演技中に地震発生だそうです。ハビエル・フェルナンデスの演技中に地震発生。皆さん、何ともなきゃいいけど、無事に再開されることを願います。ハビエル・フェルナンデスの演技中に地震発生ということみたいです。そして、ツイッター情報では、すみません、ネイロさんですね。先ほど僕間違えました。千秋さんって言っちゃいましたがね、ネイロさんの間違いですね。は、ツイッター情報ではファンタジーオンアイス1位中断のようですね。東京の私がいるところは物が倒れたりはしていませんでしたが、少し長く揺れました。うん。くしゃみが。東京では、まあ、東京場所によってはあれですが、東京、はい、ということみたいです。ルコピアクラさん、こんばんは。カブさん、こんばんは。大変、茨城、千葉で震度5弱の地震です。ちょうど今、ファンタジーオンアイスの最中ですよね。私は仕事の移動中の車で聞いただけで、まだ詳しいことは分かんないんですが、会場どうなっているのか不安で不安で。うん。以前もファンタジーオンアイスの時に大きめの地震があり、心配をしていましたが、今回は演技中でとても心配。津波の心配ないのですが、はい。津波の心配はありませんね。はい。マグニチュード6.2で、本当に、千葉県銚子沖の本当にそんな遠くないところで震源だったんでしょうかね。今の状況は先ほどあった通り、ハビエル・フェルナンデスの演技中に地震があったということで中断をしているみたいです。本当に今1分、1、2分の話です、これ。まあ、ちょっとコメントを動画に投稿しちゃってる関係で、この今僕が話している段階での話ですね。テラさん、よろしくお願いします。ファンタジー幕張に行かれた方々やスケーター、アーティストの皆様は大丈夫でしたでしょうか？怪我や体調が悪くなってしまった方がいないといいですが、ということですね。うん。はい、続々とコメント入っておりますね。ムイピーさんからもよろしくお願いします。幕張近辺は震度3。震度3で、ハビが演技中に中断になったらしいです。大丈夫でしょうか、ということですね。まあ、今回は震度3なんですが、マグニチュードが6ということもありまして、結構地震が長くなった可能性があるんですよ。で、しかも震度5弱が、茨城の神栖であったり、千葉の銚子、旭で観測ということなんで、まあ、少しこう、やっぱり範囲が少し広いというか、多くの地域でも震度4とかを観測してるんで、やっぱ長くて広い範囲で、少しこう、長めという感じなんでしょうかね。あ、続々とコメント入ってますね。あ、入ってます。マスミンさん、よろしくお願いします。幕張の美浜区ですね。幕張は美浜区です。の速報だと震度3のようです。幕張の美浜区は速報だと震度3のようです。めでたい日に地震なんてひどすぎる。うん。皆様、どうか気をつけてください。気をつけてください、どう。はい。ということですね。藤原もこさんからも、うん、あ、
情報入りましたね。カブ君お疲れ様です。千葉県東方沖19時3分マグニチュード 6.2。 19時3分です。19時3分、マグニチュード 6.2、うん、最大は5弱です。東京は3です。東京は3、うん、まあ、東京場所によってね、まあ、いろんなところあると思うんで、羽生選手心配ですということですね。はい、続々心配のコメントが入ってます。はい、マグニチュード 6.2 ですね。最大5弱。美和様、こんばんは。美和です。大変、大変美和です。テレビをつけたら、茨城、千葉で震度5弱、津波の心配なし、マグニチュード 6.2。うん。マグニチュード大きいですね。遠ければね、まあ、問題ないんですが、ちょっと千葉県の東方沖の、ちょっとこう、入り口から近いところが震央だったみたいで、ちょっとこう、やっぱり、はい、震源の深さは何キロだったんでしょうかね。マザーデリアさん、よろしくお願いいたします。あ、深さ50キロか。うん。ネイロ様、アトビヨコ様、ムイピー様もコメントされていましたが、6月26日です。あ、6月26日かな。あ、すいません。間違えました。6月26日。あ、5月26日ですね。うん。5月26日ですかね。はい。の、日本時間19時3分頃、関東地方で最大震度5弱の地震がありました。千葉県東方沖、東沖、マグニチュード 6.2、震源の深さは約50キロ。うん、50キロか。津波の心配はありません。幕張明星会場は大丈夫でしょうか？心配です。50キロだと、ちょっとだけ離れたところでも、うん、地震が、揺れが伝わりやすいと言いますかね。まあ、なんて言うんだろう。はい。幕張明星なんですが、先ほどの情報によると、なんだっけな。なんだっけ、ハビエル・フェルナンデスの、あ、今、続報ありました。あ、藤原もこさんから、息子はでかい地震だと言っていますよということですね。うん。続報が入ってます。洋さん、皆さん、怪我とかありませんように、船橋界隈さんだけど心配です。うん。うまくお姉様、とりあえずご心配で、何より、とりあえず背番ねということですね。うん。あ、今、ゆめさんから速報入りました。あ、よかったですね。というか、まあ、点検が終わって再開をされるようです。うん、どうか最後まで行われますようで願います。ということみたいですね。点検が終わって再開されるということですね。うん。はい、ファンタジーオンアイス、そういうふうになって、地震の影響で中断してましたが、点検が終わり次第再開するということみたいですね。でも、この地震は規模がちょっと大きかったので、震源地に近い銚子であったり、旭市であったりとか、震度5弱に見舞われた地域がちょっと心配ですね。はい、幕張とかでも震度3でも点検が必要なほどだということなんで、まあ結構、はい、最新情報を注意していただければと思います。はい、では、今のところ、こういう感じになってますので、また速報入ったらお伝えしていきたいと思います。